はじめまして、オンジ。私はクッキーよ。あなたの眉と目はとても味があるわね。だから、そこは残しておいてもいいかしら。あら、オンジ、いつ帰ってきたの？ごめんなさい、全然気づかなかったわ。まだ肖像は作ったことがないわね。肖像たちよ、行きなさい。あなたたちに任せるわ。指で傘を解除するような感じね。石材はあそこに置いといてちょうだい。私はもう寝るから。夢でとても面白いものを見たの。それを掘り出してみましょうか。え？私も行くの？私はやっぱり戦いには向いてないわね。文字に込められた感覚をどのように読むかは人によって変わってくるけど、彫像から汲み取れるのはいつだって最もリアルな瞬間だと思うわ。どうして目の部分を後回しにしてしっかりと彫らないのかですって。いくら彫りの深い顔立ちをしていても、それは生きているように見えるだけ。けれど最後に一筆を入れて仕上げるとリアルになるのよ。終わったの？はあ、次は別の方がリーダーになるといいわね。あそこに置いといてちょうだい。どうもありがとう。